今日もよろしくな。悩むより進んだ方が早いかもな。いいものだったか。これなら随分と集まっているな。あの積み上がっているのは人工魚礁だな。今のうちに体勢を整えておけ。よし、進もう。
あったぞ。血類の泉だ。
次はどこに連れてってくれるんだ？どうした？ここの地脈は旧市街地につながってるらしい。はあ？ちょっと待てよ。地脈は旧市街地からここにつながってたはずだろう。歌。おい、見ろよ。違いねえ。気をつけろ、ハンターだ。一緒にいる女は仲間なのか？事情は分からねえが、女から手を離せ。奴のことは気になるが、今は地脈の調査に集中しよう。新しいラインナップが増えたよ。これも日々の営業努力の賜物だね。いや、このところ仕事がやりやすくなったのは、実は、あ、何でも揃ってるよ。また来な。ハンター、敵味方の区別なくその命を冷酷非道なレヴナント、あくまで噂だ。どこまで本当なのかは知らないが、
やばいやつだってことは間違いなさそうだ。あいつのことを何か知らないか？と、記憶を失ってたんだっけか。悪いな。それじゃあな。あの定期的な採血はあるけど、でも住むところや食料、それに清潔な服も提供されてるわ。ロストやレヴナントに怯えることなく眠れる。それだけで私には十分な贅沢。以前より人間らしい暮らしができるのはあなたたちのおかげだわ。行くか。少し待ってくれ。渡した地図の真相で珍しい資材を。よし、ルートが確保できたな。今にも崩れ落ちそうだ。先を急ぐぞ。
ところでやるな。貴重な物資だ。ありがたくもらおう。道の判断は任せよう。そこは深い。一度落ちれば戻ってこられない。上にいるの。空気が少し薄いか。ここでは回避が難しいぞ。期待以上だ。貴重な物資だ。ありがたくもらおう。今なら通り抜けられそうだ。遠くに何かいるな。この場所は不利だな。
ロストだ。まだ距離があるな。落ちるなよ。期待以上だ。降りてみるか。すまない、今行く。どうだ、いいものだったか。少し待ってくれ。少し動きにくいか。この場所では不利だ。鮮やかな手並みだった。ここでは回避が難しいぞ。あんなところに。場所に道が開いたな。どうだ、いいものだったか。ここは何かありそうだな。すまない、今行く。気になるな。一体何が。
足場に気をつけろ。足元に気をつけろ。落ち着いていけば落ちることはない。貴重な物資だ。ありがたくもらおう。場所があると。少し休憩するか。
それではご無事で。よろしく頼む。不安要素は潰しておいてくれ。この時は大崩壊前の面影がある。今行く。それで騙しているつもりか。最後尾から攻めた方がいいかも。囲まれないように注意する。焦らなくていい。慎重に足場を決めよう。今行く。
大丈夫か？お返しはたっぷりするわ。少し待ってくれ。奇妙な場所だな、このエレベーター。この霧の中を突っ切っていけってか。迷子にならないといいが。一旦ここで休憩を取ろう。ああ、これか。握り飯って言ってな、携帯食の一種だ。まあレヴナントが飯を食ったところで何の意味もないんだけどな。血に乾くことはあっても腹が減ることはない。でもだからこそ食うことに意味がある。戦って血をすすって殺されて生き返ってまた戦って、俺たちの日常は簡単に言えばこの繰り返しだ。ただその度に忘れちまいそうになる、自分が人間だった頃のことを。もし俺が人間だった頃のことを完全に忘れちまったとしたら、それはもう俺じゃない。俺の姿をした何かだ。外見はレヴナントでも、中身はロストと変わらない。それじゃ意味がないだろ。俺はレヴナントになる前、軍隊に所属していたんだが、任務ではいつもこいつを食ってでな。思い出の味ってやつだ。クソみたいな毎日だったが、忘れちゃいけない大切な仲間がたくさんいた。大してうまくもないんだが、この味はあいつらの顔を思い出させてくれる。つまりこいつは俺が俺らしくあるために欠かせない心強い相棒ってわけだ。準備完了だな。そろそろ行こう。この先に血類の泉がある。方向感覚を失うなよ。この霧だ、一度はぐれたら二度と合流できないと思え。どうする？触ってみるか。霧が濃い。空洞の規模もつかめないな。
想像以上に視界が悪いな。貴重な物資だ。ありがたくもらおう。印に覚えておこう。ロストを見つけた。ここから登れそうだな。いいものだった。常に互いの位置を確認しておく必要がある。ここは早めに抜けてしまいたいな。しづらいな。
重な物資だ。ありがたくもらおう。ここでは回避が難しいぞ。大切な仲間なんだ。それは見過ごすわけにはいかないだ。今行く。移動しづらいな。今行く。ここは早めに抜けてしまいたいな。いいものだった。足元には気をつけろ。ここなら安全だ。
ここは早めに抜けてしまいたい。貴重な物資だ。ありがたくもらおう。開いたな。移動しづらいな。足元には気をつけろ。なんだか目印に覚えた。ここは早めに抜けてしまいたいな。移動しづらいな。よし、辺りを見渡せそうだ。ロストだ。近いぞ。それは貴重だな。これで到達した高台の目印になるな。足元には気をつけろ。Set it! Yes! Toss!
ここに戻ってきたか。少し待ってくれ。ここは早めに抜けてしまいたいな。すまない、今行く。移動しづらいな。いいものだったか。こんなところで死んでたまるか。それは対処できたな。
すまない。今行く。ここは早めに抜けてしまう。貴重な物資だ。ありがたくもらおう。この高台、さっきも来たな。ここは早めに抜けてしまいたいな。反対なら大したことはないが、数が多い。下がって再生してくれ。だいぶ再生力を使ったな。まだいけるか。再生力の限界か。無理だけはしないでくれ。ここは早めに抜けてしまいたいな。
少し待ってくれ。ここは早めに抜けてしまいたいな。それは貴重だな。化け物に食い殺された俺たち。ひとまずは休めるな。よし、ここから泉の流れをたどる。少し待っていてくれ。どういうことだ。旧市街地に戻れということだろう。何か見落としがあったのかもしれない。とにかく一旦旧市街地に。ヤクモ！女一人でケツ類狩りか。殊勝なことだ。私だって手荒な真似はしたくないの。おとなしくケツ類を渡してくれる。嫌だと言ったら奪い取るだけ。遅いな。子供？ミアから離れろ。ニコラ、どうして出てきたのよ。だってミアが暴走しかけてる。血流を狙ったのはその子のためか。この子に手を出したら心臓をえぐり取るわよ。ほら受け取れ。そいつのためだ。早く飲ませてやれよ。ダメだよ。これはミアが飲まないと。バカなこと言わないで。ほら早く飲んで。症状が回復しない。なぜだ。足りないのよ、きっと。血類を集めないと。おい、お前一人じゃ無理だ。ありがとう。でも大丈夫だから。さあ行こう。なあ、悪いんだけどよ。ああ分かっている。どうぞ。
俺との探索は慣れたか？機械か、ヤクナ。しづらいな。このレバーお前も気がついたか。見ろ、水位が下がっている。厄介。そんな、戻ってこられたか。無駄にならずに済んだな。どうだ、いいものだったか。注意しろ、敵だ。Thank you.
だいぶ戦いやすくなるな。楽には終わらないようだ。貴重な物資だ。ありがたくもらおう。水が引いた。足元が見えるな。下ばかり見ないようにな。今行く。いるな。気をつけろ。
物資だ。ありがたくもらおう。向こうにさっきの女がいたような気のせいか。弟の姿が見えなかったか。まさかはぐれたのか。もしそうだとしたら、あの子が危険だ。こっちも探してみよう。ここは早めに抜けてしまいたいな。そうか、おい、それは食い散らかしやがって。しづらいな。水位が低い分歩きやすいな。両側に落ちない。てめえだな。俺たちの商売を邪魔した。
心臓が無事でよかった。対策を練るべきか。そんな、気づいたか。無駄にならずに済んだな。近くに敵だ、気をつけろ。鮮やかな手並みだった。しづらいな。
甘い。すまない。今行く。ここは早めに抜けてしまいたいな。やっと見つけたか。心が折れなければ負けじゃない。俺はそう思う。大変だったな。ひとまずはよしか。少し待ってくれ。休憩しなくて大丈夫か？
なぜお前の血が血類の泉や宿り木を活性化させるのか。ただクイーンの血で作られた薬もまた泉や宿り木を活性化させる効果がある。このことから類推するに、お前の力はクイーンに関係しているのかもしれない。源流の捜索のためにも参加者の血類の泉を探す必要がある。血類の泉は宿り木に寄り添う形で生息している。まずは各地の宿り木を探し、徐々に探索範囲を広げていこう。準備ができ次第、今のうちにお前に渡しておきたいものがあるんだ。俺のブラッドコードだ。これがあれば俺がいない時でもお前の力になれるだろう。信頼の証ってやつだ。さあ受け取ってくれ。どうした？血影に刻まれた持ち主のブラッドコードの因子、私にはそれを元の姿に返す力があるようですね。血影を見つけた時は私にお知らせください。あなたの血脈にさらなる力を宿す契機となることでしょう。それではご無事。お互い無茶はなしで行こう。どうだ、俺との探索は慣れたか？
動しづらいな。ニコラ、なぜ？ごめん。安心しろ、ひと月で終わらせる。待って、ニコラ！今の声は、急ぐぞ。貴重な物資だ、ありがたくもらおう。あれは海底油田の採掘施設か。この野郎！クソ、どこに行きやがった。この灰はあの子の。何か来る。装備は大丈夫か？
すまない。今行く。俺たちならやれるはずだ。振り返れば状況を打破できるはずだ。今行く。さて、準備はいいか？
気分はどうだ？戦術を見直した方がいいんだろうか。少し待ってくれ。行ってくるね。すまないが時間だ。あんまり寝坊しちゃダメだよ。いや、きっと怒るだろうな。入れ。二度と外には出られなくなる。本当にいいのか。ミアは僕が守るから。敬意を払おう。お前はその覚悟。雪の降る山、ここに何が。一緒にいたのは間違いなくあの男だよな。二人は知り合いだったのか。どうなってんだ一体。
あの光景は一体。まずい、ロストが始まりやがった。早く血流を。よし、収まったら一度拠点に。ミアは僕が守るから。待って、ニコラ。でも、今のは…しかしどうなってんだ、肝心の地脈がどこもかしこも旧市街地に流れてるなんて。少なくとも源流への鍵は旧市街地にある。それは間違いないだろう。けどよ、行けるところは全部。いいえ、まだあるわ。旧市街地に女神像があるのは知ってる？あれにちょっとした仕掛けがあるの。なるほど、そういうことか。お前もう歩き回って平気なのか？もう大丈夫。迷惑をかけてしまってごめんなさい。何かお返しができればいいんだけど。今の情報で十分すぎるくらいだ。
あなたたちにお願いがあるの。ここに行く方法を教えてほしい。埋め合わせは必ずする。お願い、どうしてもここに行かなければいけないの。教えてやりたいのは山々なんだけどな。具体的な道筋はまだわからない。正気に閉ざされた先にあるというくらいしか。そう、ごめんなさい、急に変なこと。方法がないわけじゃないぜ。こいつのおかげで俺たちは正気の先に進むことができる。一緒に探索を続けていけば、雪の降る山に続く道を見つけられるはずだ。まずは俺たちの目的に協力してもらうことにはなるけどな。どんなことでも協力するわ。それで、あの場所に行けるなら。交渉成立だ。よろしく頼む。こちらこそ。よし、これで決まりだな。今日からお前は俺たちの仲間だ。仲間？俺はヤクモ。こっちの偉そうなのがルイ。でもって、あれ、村雨とイオはどこ行った？君さえよければの話だが。ありがとう。そういえば、まだ名前を聞いていなかったな。ミア・カルンシュタイン。戦う力はそれなりにあるつもり。ああ、ヤクモへの一撃は見事だったな。まったくだ、ひどい目にあったぜ。よろしくな、ミア。装備しっかりメンテナンスしといたよ。サンキュー村雨、いつも無茶言って悪いな。今度こそ血類の源流が見つかるかもしれないんでしょ。王国楽しみにしてるよ。これだけの品揃え、あなたが一人で集めたの？あ、元気になったんだ。あなたのこと気になってたんだ。多分同い年くらい？よかったら友達になろうよ。ああ、そういうやつなんだ。適当に流してくれればいい。こらこら、イオちゃんには必要ないでしょ。怪我すると危ないんだから。そうそう、むやみに戦場に出るもんじゃないぜ。家で待っててくれる仲間がいる。それだけでもこっちは嬉しいもんだ。ヤクモが悲しい目をしています。ああ、もう二人してそんな目で見るな。大した話じゃない。大事な仲間、家族みたいな奴らだ。大崩壊でチリジリになって以来、どこにいるか生きているかどうかもわからないが、ずっと探してる。知らない場所へ行くたびに。何にしても俺は恵まれてる。
俺がレヴナントとして目覚めた時、ひどい拒絶反応が出てな。ロストになりかけて地獄行きは目前。そんな俺を引き取って看病してくれたのがあいつらだ。まったく物好きもいたもんだ。俺はどんなことがあったってあいつらを守る。俺にとって仲間ってのはそういうもんなんだ。まあ今は面倒を見るやつが3人も増えちまったから大変だけどな。ほら、だからもう心配すんな。珍しくご機嫌じゃないか。俺のことか。あんたいつも死んだ魚みたいな目してたからね。今の方がよっぽど生きてるって感じがするよ。よかったじゃないか、いい仲間に巡り会えて。いい仲間か。なあ、そうだな。皆さん、もうお休みになられたようです。どこか明るくなったような気がします。空気がというのでしょうか。ここに初めて来た時よりもずっと。どんな困難に阻まれてもあなたにはそれを乗り越えていく力があるようです。不思議な人ですね、あなたは。最近わからないことがあるのです。私も皆さんと同じように、叶うことならばいつもあなたと共にいたい。あなたと一緒に何かを変えていきたい、そんな風に思うことがあるのです。でもそれは無理なこと。戦う力を持たない私ではあなたを危険にさらしてしまう。私は私がやるべきことをやるべきままに、そうするべきだと思っています。でもわからないのです。体の内側からこみ上げてくるようなこの不思議な気持ちが一体何なのか。どうなのでしょう、わかりません。何かに突き動かされるようなこの気持ちは、どうした？
俺はまだ生きてきて、いやこの感覚蘇ったのか。俺はあれからどうなったんだ。クルソラスは、他のみんなは一体。この世界のことを知るたび、自分の罪の重さを改めて突きつけられたような気がした。わずかな血類を奪い合い、飢えたレヴェネントたち、争いの果て、何人ものレヴェネントがロストに落ちていった。身に降る火の粉を払うため、戦いに明け暮れる日々。戦っている間だけは、自分の罪から目を背けることができた。助けてくれたのか、無血類は。そこに倒れている奴らに命じられた。お前が集めた血類なんだな。好きに使えばいい。他のレヴェネントも奴隷のように扱う連中は少なくない。次から気をつけるぞ。俺ケビンって言います。何かできることがあれば。また来る。今回の分の血類だ。少しは足しになるようだ。ありがとうございます。いつもすみません、俺ばっかりこんな。好きでやっているだけだ。お前が気にすることはない。何かあったら言ってくださいね。俺何でもしますから。死に追いやってしまったレヴェネントの少年、そして忘れてはならないはずの俺の罪だ。気づかないうちにこんな大切なものまで失っていたんだな。俺はこんなことを頼むのは迷惑かもしれないが、他にも失われた記憶があるのならそれを取り戻したい。自らの罪と向き合い続ける。俺はそう決めたんだ。この当時の俺は何も分かっていなかった。長期化するクイーン討伐戦の中で子供たちまでもがレヴェネントとして戦場に送られた。討伐戦後、頼れる人も力も持たない彼らは拠り所もないまま日々の渇きにあいでいた。少しでも救いになれば。あの時はただそう思っていた。その思いが悲劇を招く引き金になっていたとも知らずに。どうしたん？石膏部隊の活躍によりクイーンの居場所を特定した。お前たちには周囲にいるロストの駆除に向かってもらう。ロストの駆除って、ちょっと待てよ、まだ訓練も終わってないのに。あとは戦場で学べ。心臓さえ守ればレヴェネントは不滅だ。お前たちの捨て身の一撃が未来を切り開くのだ。よくも仲間を。そっちがいけねえんだぜ。ガキどもが回収した血類を
これ見よがしに持ち歩いてるからよ。奪い取ってくださいって言ってるようなもんじゃねえか。なに、お前は生かしておいてやるよ。これからも俺たちのために一生懸命働いてくれればな。しょ、避けやがって。地獄のような日々が続いた。生き残るために奪う、そんな当たり前だった。俺と同じような境遇のガキたちからも容赦なく奪えと命じられた。血類さえ手に入れれば命だけは保証される。今日は生き抜くだけで精一杯だった。そんな時だったんだ、ルイさんが俺に手を差し伸べてくれたのは。お前も経験済みだと思うが、こんな世界だ。他人を利用して楽に生きようとする連中は少なくない。血類の研究を進める傍ら、そういう連中と刃を交えることも多かった。それが少しでも救いにつながると信じて。みんなの探索、どの武器を強化したい？どの吸血ガスを強化したい？どの武器を転生したい？どの吸血ガスを転生したい？それじゃ。Thank you.